今はなんか緊張は全然しない。いやもう全然しないですね、もう本当に。だから僕や、だ逆にあのカナダの最後の試合の時とかも、最後サーブっていうか、うん、もうあの時交代したじゃないですか、途中で。うん。もうあの時もなんかやけに落ち着いとって。なんでやろうと思って。もう結局考えなかったですけど、その時は。ふと思えばもう。決めたろとかじゃない。全く思ってなかったです。逆に無理しちゃう。そうなんかね、いや、その時ベンチで、あ、これ最後の試合だと思って、うん、思ってやってたら、試合入ってみたら、なんか一瞬でフッて消えて、うん、で、サーブ回ってきてみたいな感じだったんですけど、ちょっと初めての領域でしたね、あれは。やったね、あれは。いや、やっちゃいましたね。おかげで俺はコートに戻れなかったぞ。ちょっと待ってください、ね、それなんか悪い感じ聞こえるやん。いや、そんなことはないけど。いや、ちょっと、まあまあまあ。すごかったよ、あれは。ちょっと僕も奇跡でしたね、あれは。俺らの活躍って言ってたもん、俺ら。俺らの頑張りとか言ってたもん。いや、僕だって、あの時、外から見とって、いつでも出れる準備してたんですけど、あの、うん、清水さんがもう本当すごかったから、あの時。うん、あ、マジすごいわと思って、ね、見とれとったら、なんかね、最後ああなっちゃって、うん、あれでしたからね。いいじゃん。一番、すごい、みんなが興奮してくれる勝ち方ができたんじゃない？いやちょっと楽しかったっす。てか、敵チームからしたら西田がピンサーとかめっちゃ嫌だろうね。いやマジかよ。僕、ピンサーやったの。そんなカードあるみたいな。だいぶ。うん。あんなカードあったら、もう相手も気が気じゃないと思う。うん、確かに。でも、あの時だって、あの、回っていたじゃないですか。うん。最後ね。あの時、僕、最後握手した時に、まあ、これ言っていいのかわかんないですけど、あの、くたばれって言われましたもん。外国人らしいね、ごめんっつって、うん、